作り込んで植物もいっぱい楽しめるお庭はガーデンライフを満喫できるって思うんだけど、今日紹介するお庭は大好きなおばあちゃん家の庭先みたいな、肩の力を抜いて楽に付き合えるお庭だよ。実は僕、こういう素朴なお庭も大好きなんだ。ちなみにこのチャンネルでは普段ガーデンデザイナーとしてお庭作りを生業にしている僕が、庭植えに向いた植物とか応募してくれた視聴者さんのお庭を勝手にデザインしたり、お庭作りのヒントになることを発信しているから、興味を持ってくれた人は過去にどんな動画があったかチャンネルを覗いてみてね。みんな席についてね。もうついてます。今日はいつもと少し違う雰囲気だけど、こんなお庭もいいよねっていうお庭作りの例を紹介するよ。敷地はこんな感じで、ちょっと特殊な形なんだけど、だいたい10畳のお部屋くらいの使いやすそうなサイズだったね。変わった形っていうのも、植物を植えられるお庭っていう場合はむしろこうプラスに働くことも多いよ。実はね、デザイナーからしたらワクワクする敷地なんだ。ここに相談してくれた愛さんは、作り込みすぎない日向ぼっこできるような優しいお庭って希望してくれたんだ。昔大先輩に聞いた話なんだけど、キキキリンさんがね、お庭作りを依頼する時に、お庭を作らないでくださいって依頼したっていう話を思い出したんだ。先生、お庭を作る人にお庭を作らないでくださいってどういうことですか？ね、深い注文だよね。きっと人の思いが反映された空間よりも、自然とか素朴が感じられるようなあるがままみたいな空間が好きだったんだろうね。まあだからといって本当にそのままにしておいてくださいっていう意味じゃないから、あくまでさりげなく主張しすぎないようにって、これはね、考えるのもきっと難しいミッションだったんじゃないかな。深いですね。うん、前にも言ったけど、お庭ってどんな空間がいい空間かっていうのは住む人にとっての話だから、そんな考え方、こんな考え方っていうのもいいよね。このお庭も日向ぼっこっていうキーワードから、襟を正すようなきちっとした庭じゃなくて、くつろいだ気持ちのまま意識せずに外に出られるようなお庭、大好きなおばあちゃん家の庭先みたいな姿を想像したね。最初に考えたお庭はこんな感じ。これね、韓国ドラマの時代物とか見てると、よく庭先に小さな台みたいなデッキみたいなものがあって、みんなそこに座って料理の下ごしらえをしていたり、まあ、ご飯も食べたりとか、あとこう藁から縄を作ってたりとか、いろいろ便利に使ってるんだよね。そういう姿を想像したんだ。生活の一部になってる感じ、ピョンさんって言うんだけど、そんな感じで使い方を提案してみたよ。ピョンさんですか？うん、日本の時代劇のお茶屋さんの前にもこれぐらいの縁台があると思います。あ、そうだね、まさしくそんな使い方のイメージだったね。もう一つの案はこんな感じ。枕木の腰掛けですか？うん、枕木みたいなサイズのハードウッドで提案だね。材質はアイアンウッドだよ。この腰掛けの真ん中には庭のへそになるような力強いコンクリートの塊を提案したね。ここに腰掛けて台の上に七輪を置くと、ちょうどいい高さ関係になるように考えたんだ。これがこのお庭の中心になるっていうイメージだよ。そして奥は畑だから、塀を高く作るっていうよりも腰掛けた時に落ち着けるっていうくらいの高さで、1400とか低めに考えたね。そうすることで借景としてお隣の樹木とかいい感じで顔を出してくれるんだよね。部屋から見た時も低木の背景としてこのフェンスは使えるだろうし、空間がまとまる感じもしたね。この時点でイメージしていたのは白花のサルスベリ、愛さんが大好きな木なんだって。実は僕も大好きだよ。幹肌がすごく綺麗だし、他の花が休むような夏にわーって咲いてくれるからね。樹形はあんまりこう強剪定しないで、自然な樹形が好みっていうところまで一致したね。サルさん、ここで少し枝を広げて木陰を作ってくれるといいですね。そうだね、そんなイメージだったね。リビングから出るところは今ある犬走りの上に
円台みたいなサイズのハードウッドのデッキをリビングと地面の真ん中の高さに来るような感じで提案したね。こうすることでデッキに足を投げ出してリビングに腰掛けるような日向ぼっこもできるね。先生、腰掛けとぴょんさんはどっちを作ることになったんですか？よし、じゃあ実際にできたお庭を見てみよう。じゃん。じゃん。あれ、ぴょんさんがないな。やっぱりな。まあ変わった提案だったけど、外を部屋のように便利に使う仕掛けの一つっていうのにはなりうると思うよ。あ、はい。実際に作らせてもらったのはこっちのタイプだったよね。あ、七輪台ですね。うん、七輪はね、みんな使ってるかな。都市部の人はあんまり使っていないかもしれないね。ほら、バーベキューとかこうお庭を持つとしたいって思うでしょ。でもそのために大きなグリルを出してきて下ごしらえしてとかってなると、結構最初の1回しかしなかったっていうことも多いんだって。大々的なパーティーのようにはしにくいかもしれないですね。うん、でもね、小さくてもこんな感じでプライバシーもほどほどあれば、七輪なら木炭とかもちょっとで済むし、手軽だから椎茸とか少しの野菜だけあるっていう時も、おつまみ程度に軽く焼きながらお酒を飲むとかしやすいよ。大人数でパーティーっていうよりも、今家にいる2人でゆっくりお話ししながら一杯やろうかってね。あー、もう日本酒が目に浮かびます。そうだね、椎茸だからかな。そんな実用性も考えたけど、この腰掛けと台は直線なんだよね。見た目の美しさを作る話としても、これが植栽と相性いいと思うんだ。きちんとしたラインっていうのは植物のおぼろげなフォルムの比較対象になって引き立て合うからね。フェンスを背景にしたっていう意味もこれを見るとなんとなくわかるでしょう。そんな植物たちはまずグランドカバーとして安定感のある復帰草、夏からハゼのように紅葉する夏ハゼ、香りのいい常緑低木の人長毛、常緑多年草のユーフォルビア、常緑のアヤメ、リエティス、丈夫な宿根草のペンステモン、花火みたいな花が可愛いアガパンサス、ライム色の葉が美しい落葉低木の下野、同じく落葉の小葉の髄菜、南側はここはね、ちょっとフェンスの影になりやすいと思うから常緑のハラン、そしてサルスベリの白花。サルスベリはね、一番遅くに芽が吹いて一番早く葉っぱを落とすんだ。この木が芽吹いてきたらまたお庭の雰囲気が変わるだろうね。これはもともとあった山アジサイのイヨシシテマリかな。常緑低木のサルココッカ、常緑多年草のクリスマスローズ、宿根草のホスタイカリソウ、あとアジュガ、あと元々あったアジサイの、これはスターバーストだね。これも元々あった山アジサイで愛姫だと思うんだ。斑入りの青木だね。あ、先生、山アジサイはちょっと小ぶりで小さなお庭でも使いやすいアジサイです。そうだね、説明ありがとう。山アジサイはいいよね。愛さんが昔から好きだった植物とそれに似合いそうな植物、広い敷地にたくさん植物が植わっているわけではないけど、えりすぐりの植物っていう感じだね。このくらいだと楽しいって感じていられるうちに剪定も終わったり、切った枝を部屋に飾ったり、程よくお庭と付き合いそうだよね。あとね、リビングからお庭が遠いと今言った気軽に庭に出て花を摘むとか気軽じゃなくなっちゃうよね。距離と同じようにリビングから庭に出るときに大きな段差があったとしても、心理的に庭との距離が広がっちゃうから、円台ともデッキとも大きなステップとも呼べそうなものを作ったんだよね。あ、大きな腰掛けとも呼べそうです。あ、ナイス、それ大事。なぜならこのお庭は日向ぼっこするお庭だからね。お日様のよく当たるこのデッキは日向ぼっこする庭の大事なエリアだよ。このデッキに座ってもいいし、部屋の床に座ってもいいね。このね、デッキはね、スペーサーを敷いて根太材のように角材を流して天板を張っていって幕板をつけたっていう、結構シンプルな作りなんだけど、
これがあるのとないのじゃ随分違うよね。足元には素朴な大谷石を少しだけ敷いて、土の面は山砂で仕上げたよ。大きな効果はまあ期待はできないんだけど、土のままよりは山砂の方が栄養分がないから植物が育ちにくいから、気持ちいい、なんて言うんだろう、こう雑草の種が飛んできた時に発芽する率を下げたいっていう狙いだね。先生、私このお庭が好きです。うん、サルスベリやアジサイといった落葉樹の芽吹き、あとは人長毛の香りなんかで春を感じて、梅雨は山アジサイなどがひっそりと彩ってくれて、夏になるとサルスベリの白い花が咲き出して、アガパンサスも咲き出すね。秋になると落葉樹たちは紅葉を始めるね。コバノズイナとかも紅葉するよ。秋や冬の少し寂しい美しさを感じ始めた頃に、クリスマスローズは逆に活動を始めるね。すごく広いわけじゃないけど、お庭があることで日本の美しい四季をちゃんと感じることができるよね。あと、無理にお庭で何しようっていうのがなくても、ただただぼんやりサルスベリを見ながら日向ぼっこするっていうのが似合うお庭だね。もし今小さなお庭があってどうしようって悩んじゃってる人がいたら、ぼーっとできる力を抜いた庭っていうイメージもいいかもね。素朴が好きっていう人もいるから、一本の木と一つの腰掛けだけでも自分にとって好きな空間になるかもよ。ぜひお庭を楽しんでほしいな。小さなお庭こそ自分の世界観が作りやすいから、この春にでもぜひ挑戦してみてね。はい先生、私も七輪できる小さなお庭が欲しいです。そうだね。小さいお庭があるってことは、実はすごい幸せなことなんだよね。今日の授業はここまで。日直さん。起立。礼。ありがとうございました。着席。最後まで見てくれてありがとう。チャンネルを応援してくれるときは、高評価、グッドボタンとチャンネル登録をクリックして、壁チョロの新しい動画をお知らせするベルのマークの通知もオンにしておいてね。